Thank you.
はい、今日はですね、令和6年1月23日火曜日ね、23時35分回ったところでございます。123のね、大阪本店、まあどうせ朝一なんでも触れへんやろから、なんか2500人ぐらいおったらしいな、朝ね。昼過ぎまで粘って掲示板見てたけども、まあとりあえず行こうか思ってね、5時半ぐらいね、ついてんけど、座れ座れ、めっちゃうろうろし、2時間ぐらい経ってやっと座ったの、ゴスロ。しかももう明らか低設定のゴスロ座って、3プッシュかな、1500円で、ビッグ引いて、レギュラー引いて、ビッグ引いて、で持ちメダルで移動してビッグ引いて、結局のマジだけど最後ね、めっちゃ粘ったけどな、1500円で。で、下20スロー行ったら、もうマイジャグ全6なんは分かってんねんけど、1個も開けへんマイジャグ。1台も開けへんマイジャグ。もうしゃーなしわけのわからん、アイム座って、2000円でビッグ引いて、その時点で即やめしてたら買ってたけど、飲まれて、追加して、総投資12000円でペカラズ。もう終わっとんな、1万円も突っ込んでペカラズかよ、マジで。で、その後、その台、50ゲームぐらい回してレギュラー引いた後、130ゲームぐらいからビッグ4連勝だわ。もう一番もう養分のとこだけを今日担当したな、俺。ということでね、そっからね、コンビニにお金下ろしに行ってね、してたけど、結局閉店ギリギリまで粘ったけどね、一台も開くことなく打つことなく22時40分閉店を迎えました。で今帰ってきてんけどね。というわけでね、今日は12000円、総投資12000円、回収ゼロね。4勝4敗1分けになっちゃってね、マイナス3万500円ですか、今年ね。もう今月の予算使い切っちゃったよこれ。まあ、またどっかでじゃぐらいにするやろ、ね。まあ、とりあえず腹減ったんでね、飯食って寝ます。よいしょ。じゃぐら簡単だわ。